イリエワニの剥製。国立科学博物館の展示。飛び上がるイリエワニ。イリエワニは、ワニもククロコダイルカクロコダイル族に分類されるワニの一種。インド南東部からベトナムにかけてのアジア大陸、スンダレ島からニューギーニア島、およびオーストラリア北部沿岸、東はカロリン諸島あたりまでの広い範囲に分布する。のような海流に乗って移動する生態から、 オーストラリア北部には近年になって東南アジアから海伝いに分布を広げたと考えられている。日本では天見大島、入表島、八丈島などでも発見例がある。原生のワニ類及び爬虫類の中では最大級の一種であり、平均は全長4メートル、体重450キログラムになる。野生、飼育下とも巨大な個体は、 全長6メートル以上になることもある。興奮は、やや長く基部の1.75から2倍で、隆起やねが発達する。下顎の第一歯が、上顎の先端を貫通する。後頭輪盤がない。首輪盤は4枚。胴体背面に並ぶ大型の鱗は、規則的に並ぶ。体色は、緑褐色。水かきは、前肢では、指の基部のみに、後肢では、自然体に発達する。 卵は、長径約8センチメートル、短径約5センチメートル。主に気水域に生息し、入江や三角州のマングローブ林を好む。入江ワニという和名も、これに由来する。地域によっては、河川の上流域や、湖、地層などの淡水域にも生息する。海水への耐性が強く、海流に乗って、沖合に出て、当初などへ移動することもある。植生は、 動物食で、魚類、両生類、爬虫類、鳥類,類、哺乳類、甲殻類などを捕食する。ワニの中でも特に攻撃的な性質であり、顎の噛む力は、同種中で、最大級とも言われる。大型個体では空腹時に、人間や家畜に襲いかかり捕食した例もある。効率的な餌場を記憶していることが報告されており、それによると一部のイリエワニは、産卵期に、 浜辺へ集まる平田ウミガメや姫ウミガメを狙い、波打ち剤で生態を吸収を仕掛けたり、埋められた卵や孵化した妖体を貪ったりする。繁殖形態は卵生。主に浮きに繁殖し、木の枝や枯葉などを積み上げた、塚状の巣に60から80個の卵を産む。卵は80から90日で孵化する。妖体は小型のため、鳥や大型魚などに捕食されることも多く。 生態まで生き残れるのは少数である。開発による生息地の破壊、比較目的の乱獲などによって生息数は減少している。生息地では法的に保護の対象とされているが、地域によって生息数に変異がある。オーストラリアでは1971年より保護動物に指定されており、以後は徐々に数が増えている。その攻撃性と鈍色さからしばしば、 一食いワニの逸話で知られる。有名なものとして、フィリピン民ンダナオブナワンで2011年9月に捕獲された、ロロンは、地元民の12歳の少女と農民の2名の計算名を捕食したとみられる。ロロンは、世界最大の捕獲されたワニと、ギネスブックに認定され、専用の自然公園で2013年2月まで生存した。体長6.17メートル。 体重1.075トン。ブナワンではもっと大きな個体の目撃もあるという。太平洋戦争中のラムリー島の戦いにおいて、撤退中の日本軍将兵が、イリエワニに襲われ、多数が犠牲になったとされる。この話は、海外ではよく知られており、ワーストクロコダイルディザスターインザワールド、モーストナンバーオブフェイタラティスイン、A クロコダイルアタックなどとして、 ギネスブックにも掲載されている。ありがとうございます。